まあ、これも貴重なものなんですが、スバルのサンバーですの消防指導者バージョンですね。まあ、これも今となってはもうね、なかなか手に入れにくい働く車でございます。昔の働く車ってのはね、こういったのがありましたね。で、まあ、これも、富士重工から出てね、なんとか製作所って書いてあるの。ちょっと読めないんですけどね。まあ、遠いところから、まあ、そういうところから作られていて、で、当時、まあ、これをですね、消防車として、まあ、三鷹なのかな、東京のあたりを、まあ、走っていた、実際に使われていた、消防指導車ですね。まあ、今ね、消防指導車じゃない、消防車ですね。ポンプ消防車です。間違えて申し訳ないです。まあ、ポンプ消防車っていうとね、でかい消防車のイメージがあるんだけども、まあ、昔はこう、同時にこう、ちっちゃかい、こう、軽タイプの消防車っていうのもあるんですね。で、そういう軽自動車のポンプ消防車っていうのもあって、まあ、それは、まあ、ご存知のように、例えば、まあ、町の中にあるちょっと小さいね、まあ、小さい火事っていうのも変だけど、まあ、そういうふうな、まあ、ちょっとしたその一戸建ての家が火事になってしまったとかさ、ちょっとした小屋が火事になったとか、まあ、そういったところがあったりするじゃない。で、そういうところにこういう車が出てって、まあ、消火活動に当たるわけですよね。で、こういう車の方がぶっちゃけ言って、まあ、普通車の消防車よりは、まあ、小回りは効くし、狭いところでも走っていける。で、昔、まあ、そういうところ、路地裏の団地って路地裏がたくさんあるから、まあ、狭い道が所狭しにあるわけですよ。だから、まあ、通常の消防車で指導しましょうって言っても、正直言って通りにくいところがある。通りにくいというか、通れない場所もたくさんあるわけですね。で、それをこの軽の3番のポンプ消防車だったら、まあ、小回りが効くし、小さいところでもスースースーと入っていけると。で、それで同時に消火活動ができるから、まあ、火事の広がっていくのをまあ防ぐことができるわけじゃない。火を消すことがまあできると。で、そういったことで、まあ、この車がね、活躍していたことがあったんですが、まあ、なかなかこう、顔がやっぱりすとぼけた時代の顔の車ですから、なかなかいい感じでね。今こんなすとぼけた顔したあの車って今ね、あんまりないですから。ハスラーぐらいしかあんまり見たことないですからね。まあ、なかなかこういうのはね、いいなっていうふうにね、思いますね。まあ、こういう細かいところまでね、作り込まれてるのがね、いいですよね。こういうポンプを運転を乗せるところの部分とか、こういうパトランプ、ね、こう文字の部分とか、そういったところの細かいところまで作り込まれている。それがもうヴィンテージを集めると良かったところですね。と言ってもヴィンテージに手を出してしまいますと。ねえ、大変だよ、ヴィンテージに手を出すと。もう2000円だら3000円があっという間にポン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 飛んでいくからね。1000円、2000円があっという間に飛んでいきますから、もう1000円じゃ昔買いたけど、1000円でももう、今となったら安いよね。1000円ですら今手に入る。1000円ですら今めちゃくちゃだった話になってるから、今もう2000円ぐらい、下手したら3000円ちょっとぐらいするものもあるんですね。だからまあ、そのぐらいやっぱりどんどんヴィンテージも高くなってきてるので、で、新しいやつが出るほどなんか、徐々にこう値段も上がってきてるから、まあ、ヴィンテージまで手出してしまうとなかなかね、納車したりするのも大変でございますし、もう探すのも一苦労だし、納車するのもね、またこれもまた一苦労というものがありますけど、まあ、あえてそういう楽しみを持ちながらも、まあ、こういう車を、納車してみるっていう、まあ、面白さっていうのもね、あるのではないかなと思いまして、まあ、なかなかいいなっていうふうな思う、まあ、そんな車の中の、まあ、一台ではあるかなっていう感じです。というわけでね、どうもありがとうございました。